今回はヘルマン・ヘッセの詩、短く切られた樫の木をお届けします。樫の木よ、お前はなんと切り詰められたことよ。なんとお前は異様に奇妙に立っていることよ。お前はなんとたびたび苦しめられたことだろう。とうとうお前の中にあるものは反抗と意志だけになった。私もお前と同じように切り詰められ、悩まされても生活と絶縁せず、毎日むごい仕打ちを散々舐めながらも、光に向かって額を上げるのだ。私の中にあった優しいもの、柔らかいものを、世間があざけって息の根を止めてしまった。だが、私というものは今後増えだ。私は満足し、若いし、根気よく新しい葉を枝から出す。幾度引き裂かれても、そして、どんな悲しみにも逆らい、私は狂った世間を愛し続ける。今回はヘルマン・ヘッセの詩、短く切られた樫の木をお届けしました。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいね、をいただきますと、今後の励みになります。